はい、今日の話題は断熱。まあ断熱のことは語り尽くせぬほどいろいろあるんですけれども、まあ断熱単体では検討できないっていうところはあるんですが、まあ断熱に的を絞ってお話しします。壁の断熱の施工が外打ち終わりました。そんな形でだいぶなんか家が暖かくなったような気がします。はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターのラグジェのもたしです。まあ先に断熱の施工風景見てもらったんですけれども、なんか簡単そうに見えるんですよね。で、断熱もサクサクって切ってなんか簡単そうで楽しそうだなと思ったんですが、あそこの断熱をしっかり施工するのがポイントです。これ隙間が出ちゃうと断熱性のグラスウールなんかは落ちてしまうっていうところですね。綺麗な現場できたでしょ。今日の話題ですね、50代からの住み替え、究極の家づくり、自邸ですね。4回目断熱選びです。これから家づくりを考えている方はぜひ見てほしいです。ラクジュの究極の自邸ですね。仕様のネーミングを決めました。まあラクジュの究極の部分はどこなのかっていうところも少し理解してほしいなと思います。めちゃくちゃ高い断熱材入れましたみたいなとか、超高性能になりましたっていうんではなくて、まあこの時代、これからのリセールを考えた上でどう家が進化して何十年後に進化してこれぐらいのものを作ると価値が落ちないんだよっていうところがこの究極っていう部分に当たります。なので仕様の名前としては令和の民家っていう形です。まあ昭和の民家、江戸の民家、いろいろありますよね。四国村っていうのがあるんですけど、まあその時代の民家の作り、だいたい今古民家が見れるっていうと、まあ、豪商の家みたいな形しか、まあ、残ってないんですよね。一般的な民家はやっぱ残っていないっていうところがあるので、まあ、今回は令和の民家っていうネーミングなので、レミカっていう形にしました。レミカ、運を取ったんですけどね。レミンカだとちょっといまいちなので、レミカっていうところです。レミカ仕様なので、まあ私が一回住んで、それからまあ施工開始になるとは思うんですけどね。ちょっと実験要素が多い仕様なので、注文住宅の究極の断熱の基礎知識、まあ、これから建てる方、もうずっとマニアックに勉強されてる方は面白くないかもしれない。断熱で大事な要素ですね。で、ラクジュの自邸での選択で、最後お知らせになっていきます。断熱材の基礎知識ですね。断熱材は なぜ必要かっていうと、まあ、外気がマイナスぐらいになるんですよね。横浜でもマイナス3度とか最低な時期がですね、冬でも5、6度ぐらいになる時ありますもんね。で、夏は35度を超えちゃう時もあるし、だんだん温暖化も激しいので40度に近づくこともなっていくっていう時代になってくると思う。その時に室内の温度をしっかりと保つ、まあ適切な温度に保つことによって健康が守られたり、家族が健やかに育つっていうような空間を作るために断熱が必要です。断熱の厚みが必要ですよっていうと、人生の半分は家にいるので、ここの快適な空間を得ることによって、プライスレスとは言わないんですけれども、快適を享受できるっていうところが断熱の必要な要素かなと思います。どんな基準かというと、日本ではこういう形ですよね。外気熱管流率、UH というものがあって、数値が低いほど性能がいいと。で、断熱等級というのがあって、1から7、1はまあないんですけども、断熱がないってやつですね。断熱がないっていう壁はないんですけども、ね、で、等級7が一番いい。北海道1地域2地域が北海道ですね。北海道、東北が3、4、5地域ぐらいがあるのかなって。で、温暖になってくると横浜や大阪、名古屋は6地域とか、
ちょっと寒いと5地域。でも東急7、6、7あたりは5地域も6地域も数値的に変わらないよっていうところなんですね。ただこれはその性能を持つと断熱がこれだけぐらい性能がありますよっていうだけのことなんです。これ日本ではこの断熱等級っていうのがあるんですけど、本来はどれだけその快適な空間を作った時にエネルギーを消費するっていうことで、まあもう一つの基準があるんですよね。一次エネルギー消費等級、これは1から3からかな、3から6まであるっていうところです。その中のまあ断熱っていう要素だけです。これが太陽にどう影響するかとか、日射を入れるとかいうのは窓の話だし、換気がどういう性能なものっていうのは換気の話。この部分的な要素だけで語るのが断熱っていうと、あまり意味がないんですけどね。断熱材の基礎知識です。断熱等級7は必要か必要じゃないか問題って結構ありますけど、まあ、私からすると、例えば2030年に多分断熱等級、今4が来年、2025年から断熱等級4が義務化されるんです。で、30年に、あと6年後か、6年後に断熱等級5が義務化される基準になるから。そしたらその5年後に6が義務化されるんじゃないかな。で、その5年後に7が義務化されるんじゃないかなって思います。新築に関してとかね。リフォームは少し遅れる可能性はあるんですけども、そう考えると、まあ、あと30年後を考えると断熱等級7が標準になってると思うんですよね。なのでそれを考えると断熱等級7にしといた方がリセール的には高いかなと。断熱性能だけでは意味がないっていうことです。一次エネルギー消費等級っていうのと東京ゼレーミっていう住宅があるんですけども、これを見ていただきたいんです。先ほどの断熱等級あまり意味ないよという中で言うと、じゃあ一次エネルギー消費等級というのは最高等級が、この BEI っていうのはビルディングエナジーインデックスっていうのかな、基準のエネルギーよりもどれだけ削減したかっていうインデックスなんですが、まあ 20% 削減したら最高等級ですよっていう時代です。この断熱等級6っていうのは簡単にできますので、それこそ来年から義務化される断熱基準をして、ちょっと設備いいものを入れれば、この断熱等級じゃなくて一次エネルギー消費等級6は簡単に得られるっていう。これ今断熱等級7まで行ってやっといいレベルになったのに、一次エネルギー消費等級がしょぼいっていう話です。だからこの一次エネルギー消費等級が最高等級ですよっていうハウスメーカーに騙されないでほしいっていうところですかね。これはしょぼいですよってところです。で、ちなみに東京ゼロエミっていうのはすごい補助金が出るんですよね。今年の10月から基準が変わるんですね。今までは 1、2、3水準っていうのが ABC 水準になりました。今まではこの BEI っていうものが一番いい水準だと、一番補助金が必要な等級だと 40% 削減っていう形。だから BEI 0.6 っていうと。もうこれだけで東京の基準高いでしょうっていうところです。さらに断熱基準は今まで 0.46 なので、等級6基準だったんですよね。それがさらに今年から10月から変わるんです。 0.35 UH が 0.35 っていうことは、まあ断熱等級で言うと 6.5 ぐらいになるんじゃないかな。さらにすごいのが BEI ですね。 BEI が 45% 以上削減すると。だから BEI で言うと 0.55 以下にしないといけませんよ、いけませんよというか、にしないとこれ A 水準の補助金は出ませんよっていう形になります。建物消費エネルギーの収支計算と設置っていうところで、まあこの断熱の厚みも断熱の種類も大事なんですけども、それは外皮と言われるもので、ある程度の性能が必要ですよっていう最低基準で、それよりもエネルギー収支がどういうふうになってますか、太陽光を乗せてるんですか、いい設備入れてんですかっていうような収支計算が大事かなと思うんです。まあ日本のエネルギー収支計算っていうとホームページに載ってます。ホームページが見れますので、そこでちょっと見ていただきたいんですね。こういうのがエネルギー消費性能計算プログラムっていうのが、これはもう誰でもが使えます。これをプチッと押してもらうと、まあ同意するで
詳細計算とか簡易計算っていうのがあって、まあ詳細計算をすると面積とか入力する部分があるので、あまり気にせず入れてみるといいんですよね。この主たる居室が LDK で、ポイントとしてはこの主たる居室をできるだけ小さくすると性能良くなりますよって、それを間違ってんでしょって話なんだけど、まあこの日本のエネルギー消費プログラムはそういうちょっと欠点と、あと部分完結エアコン設定ができる。だから全室が温度20度だったら20度に温度設定をして、どれだけエネルギーが使うかじゃなくて、 LDK だけその温度にしてどれだけ快適に暮らせる。だからお風呂に入るときは寒いっていう家でもちゃんと作れちゃうっていうのは問題点かなと思います。まあその他のエネルギープログラムでいうと、QPEX っていう新住居さんがやっているプログラムですね。これも UH 計算と日射取得日射費用を入れた計算で、まあより高精度な、その地域に合った高精度なプログラムになってるんじゃないかなと思う。ヒート20結構有名になってきましたよね。 G2 とか G3 とかで、 G3 と断熱等級7すごい似てる。そもそもヒート20が提唱した G2、G3 が断熱等級6、7になったっていう経緯があるので、まあその部分で言うと似てるんですけど、ちょっと違うのが、6地域と5地域に差があるのがヒート20、6地域と5地域が差がないのが断熱等級っていうところを注意してください。なので5地域に住む方はヒート20の使用にしてくださいっていう方がより合っている。6地域の場合は、まあ5地域寄りの方は断熱等級7、6の場合はちょっと違いが出るかもしれないんですけど、もう地域差によって変えられる、数値が変えられるようになっているのがヒート20の特徴ですよね。パシブハウス PHPP って計算ですね。パシブハウスはどういう基準かというと、まあ一次エネルギー消費が60kWh/平米年間っていうのが基準があって、だからどれだけ使わないようにするかっていうのがあって、冷房需要と暖房需要が基準があって、それ以下にしなさいと。暖房が年間1平米あたり 15kW 以下にしましょうと。で、冷房はまあ湿気が多い地域だとプラスして横浜と 21kWh ぐらいなるので、そこで計算をしていって、その基準をクリアしていきましょうっていうのがパシブハウス。フィアスっていうのがあって、米国版アメリカ版パシブハウス、もう元はドイツのところからアメリカに渡った方がアメリカに合った気候に合ったっていう形をとっています。アメリカはあったかい地域もあれば寒い地域もありますよね。その気候に合わせてその基準を変えていったっていうのがアメリカ版パシブハウス。元は同じかなと。まあどちらも壁の厚さとか断熱性能だけではなくて、日射がどう取り入れられるかっていうのをより正確に、また何だろう、窓と断熱の取り合い部分にどれだけ熱狂があるかっていうのをしっかり調べる。調べないと UH だけだと、まあ 10% 減にすればいいんじゃないかなって単純に思っちゃうんですけど、その収まり次第で随分変わると、努力次第で変わりますよっていうのがパシブハウスとフィアスかなと。一体どの程度が断熱必要なのかっていうの分かんなくなってきますよね。断熱で大事な要素です。まあ僕んち UH0.2 なんだって言って X でなんか威張ってる方々もいるのかもしれないんですけれども、別に UH0.2 だから何ですかっていう話なんです。実際にその一次エネルギーをどれだけ削減しているのか、快適なのか、もっと言うと楽ちんで省エネで快適に住まえるかっていうところが重要な要素なんじゃないかな。これ苦労して省エネじゃないのに、快適でもないのに UH0.2 っていう家もある可能性はあるっていうところです。そのために断熱材は重要な一つの要素っていうだけなんですよね。大事な断熱材の要素としては劣化しないこと、これが多分私は一番断熱材に求める一番の要素かなと思います。で、あとは日本は、まあ横浜だと温暖地なので、夏と冬があると。で、夏と冬は断熱をしていろいろ悪さをするものが全く逆転すると。
着せ替えないといけないんじゃないかっていうぐらい違いますよね。夏は外から湿気がガンガン入ってくる。冬は内から湿気がどんどん逃げていくというのを、その逃げ方が悪ければ結露するみたいな形になってきます。まあ冬は内から外へ、夏は外から内へ。この両方を備えた壁ってなかなか作れないんですよね。この湿気の流動が、まあ、断熱をした時に起きる現象としては一番厄介かなと思います。冬の結露対策も大事なんですけれども、夏の結露、だんだん温暖化、残念ながらしていく傾向にありますよね。そうすると10年後、もうちょっと気温が上がってる可能性があるんです。夏の最高気温とか。最低気温は意外と変わらなかったりするんですよね。だから断熱非常に大事なんですけど、冬の結露だけ考えても、夏の結露も起こす可能性も出てくる時代になるのかもしれないっていうところです。まあ30年後、かなり温暖化進んじゃってるのかなっていうのはちょっと悲しい現実なのかもしれないけれども、その時に住宅を売るとき、まあ30年後日本どうなってんのかなってちょっと思いますけれども、まあその時にちゃんと家が売れるような仕組み。今、築20年の住宅は資産価値ゼロですよね。土地だけの代金になる。まあだから土地だけは価格が落ちないよって言うんですけど、その土地もまあ安全じゃない土地は価値ゼロになるから、その時まあそういう土地を親から相続する方は逆に不幸ですよね。そもそも負債になっているっていうところなので、まあ家も大事だけど土地も大事なんですが、その中で30年後に家がまあ価値が倍になっているとか、アメリカだったら普通になってますよね。戸建て住宅20年前に買ったけど倍になってるとか、そういう時代が日本もやってきます。なのでそのリセールバリューをしっかり考えていく方がいいんじゃないかなと思います。家は30年後も価値が維持できる時代になってきます。ちゃんと作ればですけどね。楽寿の時定の選択です。30年後のリセール考える。そう考えるともう断熱等級7あたりを狙っていくと。でその断熱性能をまず設計しました。現在のコスパと耐久性を考える。じゃあ断熱等級7にするんだったら、天井の断熱は何にするか、壁の断熱は何にするのか、基礎は断熱にするのか、床断熱にするのかっていうところですね。まあ私としては半袖短パンで夏は暮らします。で、別に暑くなく寒くなく扇風機回さず暮らせればな。で、まあ加湿器、除湿器を使わない。メカにできるだけ頼らない。まあメカって言ってもエアコンには頼るんですけども。冬は、まあ薄手の長袖を着ていいかなと思うんです。少し、着てもいいかなと思ってます。で、まあ猫も快適に暮らせるっていうような、じゃあ断熱構成って何だろうっていうところです。まあ冬で言うと23度程度、夏で言うと26度だ、ちょっと寒いかな。27度とか26度ぐらいを一定で保てたら良いかなと思ってます。省エネで冷暖房費年間3万円程度に抑えられたらなっていうのが私の考え方。まあこういうオーダーを出していただければその方に合った断熱構成、窓構成、換気構成を作れますよというのが本来実務家の役割だと思うんです。お施主様が私うちは UH が 0.26 以下でC 値が 0.1 以下にしたいんですって言っても、ちょっとそれって何のためにするんですかっていう話になりますよね。もっと冬は20度ぐらいで暮らせればいい、夏は28度ぐらいで暮らせればいいって言ったら、もう少し断熱性能を落としてもいいんじゃないかなと。この光熱3万円っていうファクターでいくならばっていうところですね。年間ですよ。年間で冷暖房を含めて年間3万円で暮らしたいっていうのが私の考え方。それによって、まずはホームズ君っていうのでシミュレーションをかけます。まあ、これがホームズ君という形で断熱の構成を取っていくんですよね。天井はこれぐらいにしようかな。まあ天井の方が温度変化激しいので、壁よりも良くしないといけないとか。っていうところで、まあ断熱はセルロースファイバーにしたっていうところもあって、で壁の充填断熱はセルロースにしたかったんですけども、防火規制というのがあるんですね。22条地域とか純防火地域とか、そういうような防火規制で
防火の性能が必要になってくるので、外壁を何に選ぶかによって変わってきますか。で、今回、じゃあ、不可断熱っていう形で入れてますので、不可断熱を入れた防火規制の30分、20分防火とか、30分防火構造とか、そういうのが意外とないんです、今。それを実験してくれればいいんですけど、お金かかるからやらないんでしょうね。だから各メーカーによって、それができないっていうのが出てくる。一番多いのは22畳地域っていうのは20分防火なのかな ?20 分防火構造なんですけれども、その20分防火構造って非常に少ないというか、それのために実験するのがもったいないっていうのでしない方が多くて、30分防火っていう形の仕様でいうと、溶凝系サイディングでフェノールフォーム、で、うちがグラスウールかロックウール、で、石膏ボードみたいなのが、どうしても仕様で決まっちゃう。まあ、これ問題点ですよね。なんか、もう少し柔軟に変えられれば、いろんな素材が使えるようになるのになと。実験に何百万もかかるので、それによって製品の値段が上がるという。これもっと、なんだろう、防火も大事ですからね。もう少しでも規制緩和してもいいのかな。北川車線とともに規制緩和した方がいいんじゃないかなっていう要素ですけどね。で、出たのが、今、いろいろいじって、UH が 0.22 ですよっていう形になりました。で、これを一次エネルギー計算かけます。一次エネルギー計算かけると、まあ、太陽光を入れないと BI が 0.55 という数値になりましたと。まあ、当然、一次エネルギー消費等級というのは 0.8 以下なので、全然クリアしてますよね。この 0.8 以下はもうちょっと等級増やした方がいいんじゃないかなって私は。東京0M になぞった方がいいんじゃないかなと思うんです。まあこれを光熱計算で見てみると、まあ電気代の単価を35円にしてみます。まあ40円でもいいのかもしれないですけど、一応40円にしましょうかね。40円でいくらぐらいになるのかっていうのを計算してみます。そうすると、で、暖房費が 32,451 円。冷房費が 16,349 円なので、目標の3万円超えてしまってますよね。なので、まあこれではダメだなっていうところで断熱を厚くするか、何か性能を変えていくか、いい設備に変えていくか、エアコンをですね。っていう形なんですけども、もう一つパッシブ計算っていうのがあって、まあ林家の影の影響とかをいろいろ計算できるソフトですね。押していって断熱の性能を上げて、検討していくっていうのは大事なので、まあ、家族2人で、ほぼ家にいますっていう設定。こういう設定が大事ですね。シミュレーションはね。シミュレーションが変われば、人が増えれば全然変わるしっていうところで。冬は23度に設定して、夏は26度に設定して、まあ、どうだろう、ずっと連続運転をしていくっていうような設定をしていきました。まあ、これによって、より細かな計算をしていくというのが、ホームズくんの良いところかなと思うんですよね。こんな形で。1時間ごとに外気が変わるし、室内の需要も変わってくるので、こう暖房負荷とか冷房負荷を算定できるっていう優れたソフト。まあ、パッシブハウスの PHPP とか、フィアスみたいなシミュレーションを入れるのもいいんですけど、まあ、とても手間が、実はかかるので、今回持たせてはやめましたっていうところです。まあ、パッシブハウスにて取りたいところは取りたいんですけどね。いい土地だしっていうところで。まあ、これで計算すると、光熱費が、冬暖房が7880円。夏が15,999 円なので、22,979 円。電気代、1キロワットあたり40円の想定で3万円を切ることができましたと。ならば、まあ、この仕様でいいだろう。という形です。BI を 0.55 にして断熱等級7になって、で、光熱費が3万円以下に抑えられるっていうところの仕様にしましたっていうところです。断熱の厚みをその上で検討されていく。足りなければ、まあ断熱で補えるんだったら補っていくっていうところが重要かなと思うんです。で、断熱仕様を決めた形でこんな金ばかりができましたよと。基礎は基礎外断熱にして基礎の外側に打って、ここにインスペクションゾーンって言って点検できるゾーンがあって、耐圧板下に
50ミリのポリスチレンフォーム敷いて、まあ外からの熱の侵入を、まあ、このインスペクションゾーンが熱狂にはなるんですけども、ここに結露が起きるかどうかはもう実験してみます。この90センチで足りなかったらもうちょっと150センチにした方がいいみたいな結果にもなるかもしれないっていうのが実験要素かなと思うんですね。これらの実験、これらの地熱がどれだけ使えるかっていうのは今度の実験の楽しみかなと。実験しか考えてないみたいな感じですけど、で壁は外側にフェノールフォームで、重点に断熱材の20キロ入れたっていう形ですね。誘致が 0.2 ぐらいですよね。でここの重点断熱にグラスウールじゃなくてセルロースを入れたかったんですけど、外壁を杉板にしたかったので、するとまあ防火規定上ダメっていうところなので、仕方なくグラスウールしましたっていうところです。グラスウールでもいい、まあ、これはコスパとの関わり合いなんですけど、もうちょっと私はマニアックに入ったっていうところですかね。だから天井はセルロースファイバーと、ちょっと特殊なやり方、ここもグラスウールでも全然問題ないと思います。まあ、こんな形、20桁にすることによって後々そこに上がることも簡単だし、断熱補強することも実はできる可能性があるっていうところで20桁にしました。負荷断熱ネオマにしたのは、まあ XPS、EPS にしてもいいのかなと思うんですけれども、より性能を上げておいて糖質抵抗が高い素材にしましたっていうと、 XPS と同じぐらいだと思うんですけれども、よりネオマの方が良さそうな気がします。まあこれ気がしますぐらいなんですけどね。だから夏場の外の湿気をネオマで止めちゃう。で冬は壁の中の湿気は内側に抜くという形、外の湿気は入れないんだけど内側の初期の湿気を抜いていく。で冬は、まあ、今回可変調湿シートを入れたので石膏ボード裏の調湿シートで湿気が止まるみたいな形。まあこの調湿シート、気密シートいらないと私は思ってるんですが、なくてもいいかなと思うんですが、今回入れてみたっていう。はい、最後お知らせですね。現場見学いつでもできますので、どうぞお声掛けください。詳しくは楽寿ホームページに、まあ常設見学、現場見学みたいなページ作るので、そこでホームで申し込んでください。私が対応できるときは私対応しますので、いろいろお話できるかなと思います。今外壁をウッドロングエコで塗ってるんですけど、大変ですねっていうところです。はい、今日は断熱のお話ですね。まあ断熱単体では語れないですよね。基本的にはどれだけエネルギーを使わないように快適に楽ちんに暮らせるかっていうところが要素で、その性能がいい悪いっていうよりは総合的な建物の仕組み作り方によるんじゃないかな。で大事なのは断熱は劣化しないっていうのが大事な要素ですよ。それではまた今度は気密化、換気化、いろいろ話したいことたくさんあるんですけども、またよろしくお願いいたします。それでは。